皆さんこんにちは。株式会社右から販売促進課の中野です。設計課の池田です。今日は日光市にある日光市豊田8号棟モデルハウスをご案内いたします。よろしくお願いします。まずこのモデルハウスのコンセプトを教えてください。はい、このモデルハウスはゆったりとした時間を過ごすというのをコンセプトにしていて、そのコンセプトをもとに冬を楽しむ家というのを作りました。もともとは山小屋風というのを意識していて、山小屋といえば三角屋根ということで、このような特徴的な外観になりました。煙突があるのも特徴的ですよね。そうなんです。冬を楽しむといえば、薪ストーブということで、薪ストーブとしても使いたかったんです。このまま玄関続いて、玄関には大谷石を使用しております。ちなみにどこまでが玄関なんですか？一応この大谷石の部分が玄関の範囲となっています。靴をこちらで脱いでいただいて、こちらの棚に収納していただくというのが、使い方となります。約5畳の土間部分にはこのモデルハウスの顔である薪ストーブがあります。薪ストーブから放たれる輻射熱が体の芯から温めてくれます。よく日だまりのような暖かさと表現されるように、空間全体を柔らかく温めてくれるのが薪ストーブの特徴です。エアコンとはまた違う温まり方なので、ぜひ体験していただきたいです。薪ストーブはストーブ自体が暖かくなるので注意が必要ですが、このように鍋を置いて調理することも可能です。シチューやカレーなど作ってみるといいかもしれませんね。LDK 自体は15畳ですが、十分広く感じますね。薪ストーブやキッチン、テレビを壁際に寄せることによって、空間を広く見せるようにしております。床も木材を使用しているので温かみを感じますね。キッチンから廊下に続くと、トイレと洗面脱衣室につながります。キッチンから洗面脱衣室がすぐ近くにあるので、家事動線の良い人気の間取りとなっております。このモデルハウスに関しては、さらに洗面脱衣室、ウォークイン、物干しスペースがつながっており、洗う、干す、しまうが、全てできるのが特徴的な間取りとなっています。リビング上部にあるロフトです。6畳あります。1階の土間の部分が吹き抜けになっているので、薪ストーブの暖かさが伝わります。南側には窓もあるので、1階部分にも2階のこのロフトにも明るさが届きます。お子さんの遊び場にも最適ですし、カーテンを閉めると本物の映画館のような、映画鑑賞をするスペースにもなります。主寝室は13畳あります。お子様が小さいうちは家族みんなで寝られるように大空間となっております。お子様が大きくなったら、セカンドリビングを部屋にしたり、この部屋を2部屋に分けることで合計3部屋にして使うことが可能です。空間も大きく、さらにライブラリー空間としても兼ねているので、外で遊べない時やお家の中でできる遊びや読書や映画などを楽しむことができるようになっております。6畳のセカンドリビングとなります。セカンドリビングという名前を付けてはおりますが、使い方は特に限定しておりません。夜寝る前までのゆったりとした時間を過ごす場所としてはもちろん、個人の部屋としても使いますので、お客様のライフスタイルに合わせて自由に設定いただけるお部屋となっております。バルコニーは星がきれいに見えるといいなと思い、幅を広く薪を深く取りました。冬は、特に星がきれいに見えるので、薪ストーブで沸かしたコーヒーを飲みながら天体観測なんていかがでしょうか。冬を楽しむ家はいかがでしたか？ご質問やご感想はぜひコメント欄までお願いいたします。少しでもいいなと思っていただいたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご見学ご予約も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。お問い合わせお待ちしております。